株式会社オルトメリコ、営業部一家の飯尾と申します今回は海外における新規食品の安全性評価の取り組みについてお話しさせていただきます海外の主要国では、食品にヘルスクレームを付与するための制度が設けられており、世界を見据えた販売を考える場合。 輸出先のの度を理解しておく必要がありますす本講演の目次ですアメリカや EU、中国、ASEAN などにおいて、ヘルスクレームをつけるための手続きにおいて、特に安全性評価の考え方について解説し、最後に弊社サービスをご紹介させていただきますまずはアメリカの情報です。 アメリカでは食品および栄養摂取の目的で口から入るものは食品に分類し食品医薬品局 FDA によって一元管理されています実務上、株組織である食品安全・応用栄養センターが各種評価・審査を担っていますダイエタリーサプリメントに添加できる新規の食品成分は新規食品成分 NDI として規制されています D シェ法の施行によって1994年10月15日以前にアメリカで流通していた食品に用いられていない成分は NDI であると定義されました NDI または NDI 含有ダイエタリーサプリメントをアメリカで販売する75日前までに FDA へ届出を提出する必要があります NDI の届出は 新規開発されたもののみならず、一部従来流通している食品であっても、科学的に変換を加えている場合も必要になります。届け出は、成分の名称、物理科学的性質、種別、製造工程、品質規格、分析結果などの情報以外に、食経験情報、臨床試験または動物試験、もしくは両方による安全性試験データを、 安全性に関する科学的な根拠として提出する必要があります食経験について FDA は広範囲の使用が25年間あることが最低限としていますまた、NDI の届出の提出方法として食品安全・応用栄養センターが運営しているオンライン届出システムを推奨していますガイドラインはこれまでに何度も修正やパブリックコメントが行われていましたが 現在最終決定に向けてガイドラインの草案を公開していますまた食品添加物に関しましてグラスという規制もあります食品添加物では一般に安全とみなされるものはグラス物質と定義されますグラス物質であれば添加物として食品での使用に際して FDA に事前許可を求める必要がなく ダイエタリーサプリメントに使用することもできます。また、グラス物質として認証されている成分について、科学的に変換を加えていない場合は、基本的に NDI と見なされ、ダイエタリーサプリメントの成分として使用することができます。グラスには2つのレベルが存在します。グラスの届け出というのは、事業者が対象物質をグラスであると判断した根拠を、 FDA に提出しその妥当性について審査を受けた上でグラス認証を受ける制度です FDA の認証を受けたものは、グラスとして認められた物質のリストに収載されます。一方、自己認証グラスは、事業者が自主的に対象となる物質の安全性を評価し、グラス物質であるとして使用するもので、FDA への届け出は行われません。次は EU の情報です EU で販売するサプリメントは EU と加盟国2つのレベルで規制されています EU のレベルでは FSA という評価機関と欧州委員会 EC という政策執行機関が規制を行っています FSA は EU 域内の食品の安全性に関連することについて専門家らによるリスク評価を行って 安全性などに関する科学的な情報を提供する組織です。一方、EC は、FSA からの評価結果に基づき、法案の提出、政策の遂行や運営、EU 法遵守の監視などの役割を担当する行政機関となります。また、EU 共通の規制以外にも、各加盟国の規制当局による追加規制も存在します。EU より厳しい規制を設けている加盟国もございますので、 域内でも規制のズレが生じた貿易摩擦が時々見受けられます食品成分の安全性に関しまして新規食品、ノベルフードという認証制度があります新規食品とは EU 域内で1997年5月14日以前に人によってほとんど摂取されることがなかった食品または食品素材のことです食経験の有無によって 流通・通販売の認可あるいは通知が必要となります例えば EU 域内で1997年以前から栄養補助食品に使われていたものに関しては栄養補助食品に使用する限りは新規食品と見なされませんが栄養補助食品以外の食品として使用する場合は新規食品の認可が必要となりますまた EU 域外で25年以上安全に摂取されてきた食品については 第三国からの従来食品として、事業者が安全性の実績を証明することで、EC に通知することができます。加盟国あるいは FSA が通知を受けてから4ヶ月以内に異議を唱えなければ、新規食品として販売が認められます。しかし、反対意見が出た場合は、新規食品の認可申請手続きが必要となります。認可を受けた新規食品は、 新規食品の共同体リストに掲載された新規食品については、今後新たに販売、流通する際に EC への通知は不要となり、申請者以外の事業者にも適用されますただし、申請者が申請データの保護を要請し EC が認めた場合は、申請者による5年間の独占的販売権が認められます。次に 中国の情報をご紹介いたします。中国の食品安全を規制する当局として、国家市場監督管理総局、SAMR と国家衛生健康委員会、NHC があります。SAMR は食品、サプリメントの安全管理、規制、保健食品の登録審査などを担当しています。一方 NHC は食品衛生基準の設定、 食品安全に関する事件への対応新食品原料の審査などを担当しています中国では食品成分の安全性を規制する新食品原料という制度があります新食品原料とは中国において伝統的な食習慣がない動物植物及び微生物やこれらから分離した成分元の構造から変化が生じた食品成分 または新たに研究開発された食品原料が含まれています伝統的な食習慣とはある地域において低型または否定型の包装食品として30年以上の製造販売の歴史があり中華人民共和国薬局法に秀才されていないものと定義されています新食品原料は食品素材の特性を有し栄養基準を満たしています無毒であり急性 悪急性、慢性的な、またその他の潜在的な人体への害を引き起こさないものです。新食品原料を製造販売する前に、NHC の審査評価機関に、研究開発資料、安全性評価資料、製造工程表、企画書、ラベルや取扱説明書などを提出し、審査を受ける必要があります。近年、規制当局からは、審査基準や申請方法を説明する、 新食品原料安全性審査管理弁法が公開されています。次に asean の情報をご紹介いたします。ここでは asean の中で。比較的精度の健全性が高いシンガポールを代表として説明したいと思います。シンガポールではいわゆるサプリメントに関わる規制当局として。環境水資源省の傘下にあるシンガポール食品庁。 SFA という食品安全の確保と、食料安全保障を担当する機関、そして、保健省の傘下にある健康科学庁、HSA というサプリメントや医薬品、医療機器を含む健康製品を全般的に規制する機関があります。シンガポールでは、健康製品と食品の分類がかなり細かくなっているため、政府はこのように分類の仕方を説明するフローチャートを公開しています。 これによって、製品の素材や形状、摂取方法などの情報に基づいて、事業者が自己判断し、担当省庁へ問い合わせすることができるようになりました。例えば、食事の補足として摂取する素材で作られ、容量もきちんと定められた錠剤製品の場合、まず HSA に確認し、より詳細な規制情報を入手することになります。シンガポールでは2019年より、 新規食品の制度を導入しています。SFA では安全な使用歴のない食品及び食品成分を新規食品とみなしています。安全な使用歴のある物質とは少なくとも20年以上においてある国の全国民などの主要な集団が継続的に食生活の一部として摂取しており人体への有害な影響が報告されていないものと定義されています。新規食品には 天然に存在する物質と科学的に同じですが、精密発酵など新規の技術により製造されたものも含まれます。新規食品を製造する企業は、シンガポールでの販売が許可される前に、製品の安全性評価を実施し、SFA による審査のために提出する必要があります。その評価には、毒性、アレルギー性、製造方法の安全性、食事暴露などの 潜在的な食品安全リスク情報が含まれています現在、SFA 申請ガイドライン及び自己評価チェックリストを公開していますが申請する前に SFA に直接問い合わせることも可能です最後に、オセアニア地域の情報をご紹介いたしますオセアニア地域ではオーストラリア・ニュージーランド食品基準機関という組織があります これはオーストラリア・ニュージーランド食品基準法に基づいて設置され、両国が共同運営している政府機関です。両国における安全な食料供給の維持、国民の健康と安全の保護を担っています。オセアニア地域も EU などと同様に新規食品の制度を導入しています。新規食品は、使用形態や目的の安全性に関する知識が、 社会的に不十分である非伝統的な食品と定義されています具体的には製品の素性、構造、製品に含まれる不適切な物質人における有害事象の可能性、非伝統的な調理方法、製品の摂取パターン、摂取量がありますここでの非伝統的な食品とはオーストラリア、ニュージーランドで明確な人による摂取の歴史を持たない食品を意味しています 食経験として2から3世代は十分、5年以下は短いと考えられ、摂取する集団、量、目的などの条件次第では、10から20年でも十分と考えられています。新規食品を販売する前に、オーストラリア・ニュージーランド食品規制基準の新規食品リストに収載される必要があるため、オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関に申請し、 株組織である新規食品諮問委員会がその申請について検討勧告を行います現在新規食品の該当性を検討するためにガイドラインツールを公開していますが申請する前に新規食品諮問委員会に直接問い合わせることも可能ですまた EU と類似して新規食品の小売販売許可を申請する事業者はその許可に最長15ヶ月の 独占的使用期間を合わせて申請することができます。ここでまとめですが、このように海外の主要国では、基本的に新規食品や成分を規制する制度を設定しており、規制当局により審査許可を行っています。食品安全が再び注目されている昨今、日本版新規食品制度の創設が期待されます。最後になりますが、 ここで弊社のサービスをご紹介させていただきます。人臨床試験サービスでは、人臨床試験をデザインするほか、臨床試験の実施に必要なすべての手続きを行います。実施申請に係る書類の整理や準備、申請のほか、試験参加者の募集や検査機関との調整、また収集されたデータの解析と結果の報告をオールインワンで実施します。 一臨床試験サービスのようにオールインワンではなく個別の対応の一つとして統計解析サービスもご用意しています臨床試験の各セクションにおける統計業務の対応が可能です統計解析サービスのほかに論文執筆代行サービスもございます弊社の論文執筆代行サービスでは論文投稿先の提案や選定論文執筆図表の作成 査読後の対応等論文投稿に関わるすべての業務に対応可能ですその他に機能性表示食品の届出代行のサービスもご用意しており弁護士、行政書士の先生方とともに届出のサポートを行っております届出の可能性や必要書類の作成に加え届出後の対応も行っておりますまた弊社では マーケティング調査支援サービスや研究会運営サービス栄養調査サービスのほかに遺伝子発現解析サービス国際支援事業サービスなどもご用意しておりさまざまなご要望に対応できる体制を整えております講演内容に関する質問やそのほかご相談がありましたらこちらのメールアドレスまたは電話番号までお問い合わせいただければ幸いです